はい、今回はですね、ちょっと古めのアイテムです。音声が大きく聞こえるとても便利なスタンド付きスピーカーですと書いてありますね。サウンドジェルじゃねえかサウンドシェル D ライト アルカリ電池単4、3本と書いてありますね。ゲームテックです。まあ今でも健在なね、なかなか面白い、そして怪しいものをいっぱい出してくれるんで大好きですね。ということでね、なんと未だに新品で売ってたこの DS ライト専用のね、まあシェルなんですが、まあ丸ごとシェル交換とかじゃなくて、本体の上にこのシェルをかぶせるんで、まあ肉厚になりますよね。ただそれだけではなくて、スピーカーがついてるというものらしいです。ということでね、まあパッと見、お、 DS ライト来たと思いますが、完全に側だけですね。かなり分厚いですね。裏側、明らかにスピーカーっぽい穴が開いてます。ここが電池ですね。あ、単4電池3本ぐらいですね。ここにちょうどこうイヤホン端子というのかな、コネクターというのかな、ケーブルがありますね。ステレオスピーカーになってます。で、ちゃんと電池積んでますんで、アンプ付きですね。音はかなり期待できるんじゃないでしょうか。まあ期待できるといってもあれですね、音の大きさです。新品なんでまだつぶつぶテカテカで綺麗ですね。で、各種どうでしょう、ポートというかスイッチとかボタンはですね、確実に穴が開いてますんで、これカバーしても使うことがちゃんとできると思います。で、これ眺めていってもしょうがないのでね、早速 DS ライトを持ってきて入れますが、まず先に電池、単4電池3本ですね。まあこのようにセットしたら蓋をすると OK です。そしたらですね、あ、ちゃんと電源オンにしたら LED が点灯しますね。なんかちょっとしたお弁当箱というかね、箱のようです。さあこちら DS ライトですね。カチャッと、あ、カチャッというかぴったりですね。さあここはどうだ、ここもねぴったり、ここで爪がありますんで入りました。完全にぴったりな大きさです。中でガクガクしません。ちゃんと DS のカードも取り出せますね。いい感じ。各種コネクターにもアクセスできるようになってますが、かなりこう分厚いですねスピーカーは裏側に行っちゃいますんで、そうですね、まあ持ちにくいかというとそんなに持ちにくいわけではないですが、普段の DS ライトを握ってる感触よりはちょっとね分厚いなという思いはあります。ここにあるか、タッチペンを入れる場所がありますね。本体から先に引っこ抜かなきゃダメだったんだ本体から引っこ抜いてここに差し込みます、本来はね。さあこいつちょっと引っこ抜いてみましょう。ピロンと、これを、はあ、ははあ、ここにねプスッと差し込んで、まあアンプでね増強した音がここから出てくるというわけですね。ではスタンドをちょっと立ててみましょう。ああ出てきました、こんな感じか。ん、イヤホンジャックに挿したこのね、なんちゅうのっけ、棒、これこれ、こいつが下に思いっきりついちゃうけどいいのかな持った感じ、あ、向こう側に押しやるとこう持った感じは悪くないですね。では電源をオンにしてみたいと思います。ポチッ、今はまだですね、アンプというか外部スピーカー音出してません。
刺してみます。おお、音が2倍ぐらいアップしましたね。効果ある。小さい。す。おほほほ。でかいよ。そしてステレオサウンドです。まあ、こんなに違うんですね。引っこ抜くと、DS のね、上画面の横から音が出ます。プス。おー。ほら。効果あるわ。まあ、ちょっとね、持ちにくくなっちゃうというデメリットもありますが、どうでしょうかね、サウンド重視だったり。あとはね、喋るおしゃべりナビだっけ？違うな。喋るお料理ナビなんかやってても、ジュージューする音がして聞こえないんですよね、音がね。標準のスピーカーだと。これがあると、まあ、スタンドもありますし、音もでかくなりますんで、これはちょっと使えるかもしれませんよ。あ、ちょっとこのなんだろう、立てた時に、これ、ここ開いてますよ、浮いてますよ。これはですね、なんだろう、イヤホンジャックのところの、こいつで支えちゃってるよ。大丈夫なのか、これは。完全に浮き上がってる、こっち側。これは、これは。そしてですね、これなんと、縦置きも可能なんですね。縦画面というのかな、こんな風に開きます。まあ今回のこのゲームは縦画面にはすぐ必要ないんですが、こういった置き方もできますね。なんか縦持ちにするゲームもありましたし、まあそういった時にはこんな感じでね、重宝します。すごいな、こう。同じパーツでね、縦横使えるように設計してあります。これは褒めてあげたい。なんていう上から目線なんだといった感じですが、このようにね、縦横できますと。おお。まあそんな機能、ちょっとびっくりした機能ですね。まあやっぱりね、電池積んで、スピーカー積んでたりしますんで、若干重さはあります。そしてね、分厚いですね。肉厚ですんで、ちょっとこうデザイン的にね、スタイリッシュさは減ってしまいます。まあその辺は、しょうがないといった感じもします。そしたらですね、外してみようということなんですが、ここをくっついちゃってるからここ外すんだろうけど、どうやって外せるのかなと。手ごわいぞ。押せるところがないな。どこを基準にしてやればいいんだ。開く気配がない。困った時の取説ですね。どこだ。あった。まず上から外そうと。カバーを少しだけ下に押すと180度開いてねってことか。うわぁ、ちょっと怖い。上画面と下画面が真っ二つになりそう。あ、外れたけど。両方同時に外れないと外れないぞと。これは、やばい。傷がついてしまうぞ。これの、この金のね、DS は海外仕様なんでね。まあ日本も海外も同じなんですけど、海外版の DS なんで、ちょっと大切にしたい。あ、浮き上がってきた。両方同時にロック解除しないとダメじゃん。ピンチピンチ。ピンチ。ここか。お、外れた。傷もついてない。おお、ちょっと焦りましたね。まあ新しいからね、いろいろと硬くなっちゃってると思いますが、あとは LR を押しながら、後ろから押してあげると簡単に外れました。上だけですね、ちょっとね。まあ簡単に外れちゃっても困りますんで、この辺はしょうがないかなと。
さあ、一番気になってたのは最近作ったこのね、ゲームボーイマクロですよ。マクロもまあ当然入りますよね。入りました。ご覧のように入りましたよ。ちょっと曲がったか。よし。うん。マクロって現状今音がえらいちっちゃいんですよね。あ、ちょうどこう液晶カバーにもなる隙間空いてますけど、おお、意外なメリット。パカ。おお。そして何よりもね、アンプ搭載のスピーカーなんで音をでかくすることができちゃいます。電源オン。あ、スピーカー外しちゃったじゃん。しかも電源入ってないし。まあいいや、今から刺そう。こいつをニョキッと持ってきて、ここへプスッと。あれ、鳴らないな。この画面音楽なかったっけ。あ、電源入ってないじゃん。おお、音でかい。でかいよ。今まで、フィスパー、さえずり声みたいな感じだったんですが、めちゃくちゃいい。ステレオです。ちょっと分厚いです。しかし、サウンドはね、豪華になったぞ。まあかなりこうスタイリッシュさはなくなってしまいましたけども。これだったら別にね、マクロにしなくても普通の DS ライト状態でもいいじゃんってなってしまいますがね。まあいざとなればね、取り外してスタイリッシュに戻るというのもポイントが高いとは思いますけど。いや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 、これはね、思ったよりはメリットが多かったと思います。うん。はい、いかがだったでしょうかね。名前はなんだっけ。サウンドシェル D ライト、ディライトってとこでしょうかね。いやー、まあなんていうのかな、音がね大きくなるのは非常に良かったと思います。まあスタンドとかもありますんで、まあどちらかというと学習ソフトだったりとか、あとはね、あのお料理ナビみたいなやつに使うととてもいいんじゃないかなと。あとはアドベンチャーゲームとかね、そういった感じがします。まあ通常のねゲームをやる場合は若干こうなんていうのかな、あのケーブルが指に引っかかったりとかしてやりにくい場面もありましたけども、まあこれはこれでいいのかなといった気もします。あとはね、このゲームボーイマクロにもつけてみました。音はね格段に良くなります。ステレオだし音はでかいし、うん、いいんですがね、まあ、マクロの良さが全く吹き飛んでしまいますんで、まあこの辺は悩みどころ。うん。ではまた。